皆さんこんにちは、せいかです。今日は初めての爆買い動画を撮っていこうと思います。意外と皆さんからハイブランドのものを見てみたいっていうねお声をいただいたので、今日はちょこっとご紹介していこうと思います。まずはこの手前にあるエルメスのサンダルです。前の部分が H になっていて、いろんなねこれデザインがあるんですけど、私は結構洋服が基本的にシンプルなので、無地のも可愛かったんですけど、こういうねゼブラ柄のデザインにしてみました。でね、これねヒールがあるタイプとないタイプがあるんですけど、私はまあぺったんこの方がまあ履きやすいは履きやすいし、まあ、ヒールがあるやつもそんなにね高くはないから履きにくくはないと思うんですけど、まあ、私は結構ラフにね履きたいなと思ったので、ヒールがない方のタイプを選びました。意外とこういう柄物のサンダルってどんな洋服にでも合わせやすいので、結構ね使い勝手いいかなと思いました。まあね、サンダルの中では結構高いんですけど、まあ、大体ユキチ6枚ぐらい6、7枚ぐらいだったかな。かなりめっちゃ高級なサンダルで、買ったはいいけど履くの躊躇してたんですけど、まあ買ってもね履かなかったら逆に元取れなくてもったいないかなと思ったので、割とねガシガシ履くようにしてます。本当に歩きやすい。一応サイズは37を購入しました。次、このねフェンディのバッグです。これね最近インスタで投稿したんですけど、こういうねちょっと何編み編みタイプ、藁を編みましたみたいな、前にフェンディってロゴが入ってます。意外とこの街が割と結構ガバッと開くので、見た目よりかはかなりね荷物が入るかなと思いました。この前の福岡旅行の時にこれを持ってったんですけど、まあ、ここにカメラも入れれるし財布も入れれるし、まあなんかちょっとした日焼け止めとか、うん、結構ね思ったよりこの子はね荷物が入るミニバッグかなと思いました。でここにこうやって手持ちでね持てるベルトがついたりとか、まあ、肩からね下げれる細めのショルダーもついてます。まあ私は基本的に肩にかけるっていうよりかはいつもこうやってね手で持つようにしてます。さっきも言ったように基本私洋服がすごいシンプルなので、こういうロゴバッグがあることによって洋服にねポイントができるかなと思うので、ロゴものの方を選んでみました。軽いので、まあ、普段のねお出かけに持ち運び便利かなっていう風に思います。このお値段はだいたいユキチ20枚ぐらいだったかな、だいたいそれぐらい、うん、かな。このミニバッグにしてはめっちゃ高いなと思ったけど、まあ、この多分編み編み代だと思う。この編んだ数分のユキチ分だと思う。次はこれもねフェンディのバッグになるんですけど、これはねちょっとね前に買ったバッグかな。インスタに載せるとどこのバッグですかってねいう質問をいただくので、ちょっとご紹介します。形はねこういう肩にかけるタイプで、後ろにロゴがあるんですよ。こんな感じ、公式だと肩にこうやってかけながら後ろに見せるデザインみたいなんですけど、まあこんなねガッて持って見せますみたいな感じでは歩かないんですけど、後ろにねさりげない、さりげなくはないか、まあ、結構これ表だとすごいド派手かなと思うんだけど、まあそこだからそんなに見えない、まあ、見えたとしてもチラッと見えるぐらいは可愛いかなと思ったのと、あと一番はやっぱりこの色、こんな感じのサーモンピンクですごい可愛くて、こういうピンクのバッグ持ってなかったなって思って一目惚れして買いました。これ表参道のお店で買ったんですけど、もうピンクはラスト1個って言われて、うわ在庫かどうしようってめっちゃ悩んだんですけど、運命かなと思って買っちゃいましたね。最近フェンディめちゃくちゃ可愛い。最近すごいデザインが可愛くって、なんか上品だし、まあ、値段はめっちゃ高いけど長く使えるバッグかなと思ったので、最近ちょっとフェンディにもハマってるんですけど、まあ、大体これユキチいくらだったかな、30枚ぐらいだったかなって考えるとさ、このミニバッグめっちゃ高いよね。これね結構荷物入って口がガバッと開くタイプになってます。溝も深いから余裕でペットボトルも入るし長財布も全然入ります。かなりね大容量なバッグになっているんだけど、これねサイズが2つあったのかな、めっちゃミニサイズとこのサイズ2つだったかな。めちゃくちゃねちっちゃいバッグはバッグっていうよりかはこう手につけてアクセントを
クセサリーみたいな感じで持つタイプなんですけど、まあ、それはそれで可愛いんだけど、いや待ってよみたいな、いやこの値段の割にそんなに実用性感じないぞみたいな、買ったとしても多分私使わなくなるなと思って、もったいないなと思ったので、私は、ね、1個大きいサイズを購入しました。このねサーモンピンクもどんな洋服に合わせやすいし、今の夏場でもそうなんですけど、冬って結構洋服暗くなりがちじゃないですか。そういう時にこういうね色物のバッグを入れてあげることで一気に明るい印象にしてくれるので、本当に季節問わず使えるバッグかなと思いました。まあ、さっきのそこのフェンディはもう編み編み夏って感じだから今の季節しか使えないと思うんですけど、でもこれは季節問わず使えるバッグかなと思いました。ここにフェンディってロゴが入ってます。かわいいよね。はい、次はエルメスでリングを購入しました。こんな感じ、じゃじゃん、シェールダンクルの指輪バージョン、リングバージョンになります。なんかビビの編集部の人とかライターさんとか、まあ、要はなんかおしゃれな方がもうみんなこれつけてるんですよ。だいたい本当におしゃれな方ってシェールダンクルとこの指輪をセットでつけてるの。もうそれを見てめっちゃ可愛いなと思って購入してみました。意外とねつけると華奢でマジで可愛い。本当に大体のおしゃれさんはみんなこれつけてる。これはね今まで言ってきたアイテムの中では比較的リーズナブルだと思う。これ大体ユキチ5枚ぐらいだった。エルメスにしてはバカ高くない。これはめっちゃ可愛い。こんな感じ。そして最後、じゃじゃーん、ついにシャネルを買いました。私ヴィンテージのこのねシャネルのバッグは持ってるんですけど、ちゃんと公式の店舗で買ったシャネルは初めてで、ファーストシャネルになります。この真っ白のバッグになります。家族から大批判だよね。なんでこんな汚れる真っ白いシャネル買ったのバカじゃないのって言われたんだけど、いやこれにはいろいろお話がありまして、本当はこの黒が欲しかったんだけど、表参道のシャネルに行ったらもうこのタイプのデザインはもう全部ないですって言われちゃったんだよね。ああまあそれはそれでしょうがないかと思ってうららと福岡旅行に行って、まあ福岡のシャネル一応入ってみるみたいな感じで行ったらこれがあったのね。でも黒はやっぱなかったの。え待ってみたいな、この白めちゃくちゃ可愛いし、逆にここがねすごいちょっとごつめなゴールドのチェーンだから白の方が若干優しくなって合わせやすそうじゃないって思っちゃって、しかもなんか福岡旅行に行ってさなかったデザインがあったらさなんか運命だと思っちゃうじゃないですか。それで思い切って初めてのシャネル買いました。めっちゃ可愛くないですか。あのヴィンテージのシャネルもそうなんですけど、このチェーンの部分が短い方が好きなんですよね。だいたいシャネルのバッグってチェーンがすごい長いから、私それ結構気になっちゃって今まで買わなかったんですよ。それも一つの理由なんですけど、まあ、今回はチェーンも太いかつ短いから、私の中の全部理想が詰まってると思ってゲットしてきました。しっかりねチェーンが短くて本当に本当に可愛いでさ、一人だったらやっぱ値段も値段だったから結構渋ってたんだけど、まあ、うららがねいやこれは可愛いから買った方がいいよってこの一言一押しがなかったら買えてなかったし、あの場で買えてなかったら後悔してたなっていうバッグだったので、やっぱりねあの友達の一押しっていうのはマジ大事だなと思いました。シャネルのバッグって、まあ、色問わず基本的に着る洋服の色が結構濃かったりとか色落ちする洋服はあのバッグのね後ろが結構ね汚れちゃうから、まあ、着る洋服はね結構ね考えなきゃいけない、かなりね気を使って使うバッグかなと思ったんですけど、シャネル様はそのぐらい気を使わないといけないのかなって思ったので、結構ねあのめっちゃ気使うけどこれに出会えて本当に良かったなって思いました。で大体これ値段がユキチ60ぐらい、もう親には30ぐらいって言ったんだけど倍ですね、うん、怒られるの。本当に一生に一個のバッグかなと思うので大切にね使っていこうかなと思います。
はい、というわけで5個のアイテムをご紹介させていただきました。買いすぎ、マジでお金使いすぎ、しっかり働いてね、まあ、こうやってねお買い物することでやっぱり頑張って働こうっていうね原動力にもつながるので、うん、すごいいい買い物だったなと思いました。というわけで皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。